今回の文章はすべて詳細欄に記載しております。承認欲求という名の脆弱性、生物は一般的に快、不快で意思決定します。人間だけは例外ではないので、一部もしくは多数の人間も快、不快で意思決定します。一部もしくは多数の人族は承認欲求を有しており、承認欲求が満たされると快適、満たされないと不快になります。感情が揺らぐのは不確実性を高めます。承認欲求とは、ほとんどの場面で他の生物が存在することで成立します。アドラー心理学では、他者と自分は切り離された存在であり、他者とは天気のようなものです。承認欲求とは、自分が行った振る舞いで、天気が崩れたらどうしよう？といった現象を狼狽する振る舞いだと定義できるかもしれません。承認欲求に心が囚われている限り、常に、臨機応変に、ランダムで変化する天気のご機嫌に、人生を左右されることになり得ます。これは壮大な浪費です。承認欲求というのは、浪費であるということを認識することで、人生における浪費の時間を減らし、他にしたいことにその時間と資源を投資することが可能となります。例えば、クリント・イーストウッドのリチャード・ジュエルという映画で主人公の太っちょをリークした新聞記者は、承認欲求から非合理的な振る舞いや、先走った行動に出ます。結果、それらの人生は悪い方向に進む力が働きます。承認欲求とは、突然発生する南風のようなもので、南風が吹けば、一時的に暖かさを感じることができますが、なくても死にはしません。むしろ、満たされない承認欲求という爆弾を抱えて、必要なストレスを自ら溜め込む行為につながりかねません。また、カルトや宗教、詐欺は、満たされない承認欲求をくすぐるところから始まります。例えば日本でオウム真理教にがん決まりしてしまった信者の中に、エリートが多かったのは、彼らの自分はエリートなのに、自分の周りのコミュニティから承認されない。といった承認欲求を活用されて、がん決まりした側面が伺えます。このように、承認欲求にとらわれることは、自ら、人生を不利な方向、脆弱な方向に引っ張るネガティブ引力を有しているということが推察できます。動物は合理的ではありませんが、合理的であること、承認欲求を有していないことは、自身の生存権をポジティブな方向に押し上げる力があります。ポイント、対策。自分以外の他人は天気だと認識する。急に雨が降ってきても天気に憤る人族は少ないです。なぜならそれはコントロールできないものだと理解できているからです。自分以外の生物も天気のようなものです。なので、最善を尽くしたが嫌われたとしても、それは是非もなしだと理解できれば、必要なストレスを抱え込む必要がなくなります。他人との接触は必要最小限に留める。政治や容姿といった不用意な発言はしない。生物は多様なので、会話が多くなれば他者との不一致が発生します。それらの不一致が真剣衰弱だとしたら、会話をすればするほど真剣衰弱のようにダウトが溜まっていきます。一部、もしくは多数の人族は、自分と他者の間に存在するパーソナリティがガバガバで、他者を自分だと錯覚して振る舞います。結果相手の地雷をお互いに無意識に踏み抜くので、地雷が少ない天気のような会話に押しとどめておくことが安泰です。また、どうしても自分の性癖や好き、嫌いを吐露したくなったのなら、2000年の公衆便所であるツイッターを使って王様の耳はロバの耳だということも一つのやり方かもしれません。ツイッターに入っている自動送付機能によって、例えば、特定の芸能人の霊が嫌いと10回ぐらいつぶやけば、特定の芸能人の霊が嫌いというコメントを発している人族の島に自動で送付分けされて、同じ思考を持つタバーリシたちと慰め合うことが可能です。基本的に、ヘイトや、承認欲求を現実世界に持ち込まないことが自身の生存権をポジティブな方向に押し上げると思われます。